ムハンマド・バディウ、ムハンマド・バディウアブドル・マギード・サーミーは、エジプトの学者、政治家。イスラーム主義組織、ムスリム同胞団の、第8代目最高指導者を2010年1月16日から、務めている。バディーアとも表記される。カルビーア兼ウェルマーハッタラ、エルイコール・コブラ出身。カイロ大学卒、獣医学博士、ゲンベニスエフ大学教授。 1999年に世界の偉大なアラブ人科学者100人の一人に選ばれている。イスラーム主義者であるが、キリスト教徒との関係を重視している。同胞団として、コプトのクリスマスに教会を防衛する活動を行ったほか、自身も革命後発のクリスマスの式典に、同胞団の代表団の一員として出席した。対外関係においては、 2012年1月12日、アメリカのジミー・カーター元大統領と会談している。2013年エジプトクーデターでは、7月4日に、マルサマトルーフで逮捕され、カイロに連行されたが、同月上旬にカイロの集会で支持者に演説していることなどから、逮捕の翌朝釈放されその後は拘束されていないとも指摘される一方、拘束説もあったが、逮捕後6月に、 ムスリム同胞団の発砲により、市民が死亡した事件について、殺人教唆容疑で、ハイラトシャーテル副団長と共に起訴がなされたものの、逃亡したため、当局から身柄の捜索をされていた。8月20日に、潜伏先のナスルシティのアパートメントにおいて、治安部隊により発見され、同じく潜伏していた、ユーセフタラートと共に身柄拘束を受けた。ありがとうございます。